コマーシャルのディレクターだったんですよ、僕。だけど、その、8月の約束って、今回ここでかかりますけど、8月の約束っていう映画を遊び感覚で撮ったら、それが、なぜかその劇場で関わることになったんですよね。で、それからなんかちょっと映画って面白いな、みたいな感じで、そっからなんか映画を、に意識するようになりましたね。僕がキルビルでやったのはキルビル1の方なんですよね。で、キルビル1の、キャラクターデザイン、そのアニメーションになるキャラクターデザインと、まあちょっとした、そのアニメーションシーンになった時の出だしのコンテをチラッと書いたぐらいですね。なんで、でもそのタランティーノが、その、めちゃめちゃ、その、映画丸々説明してくれたんで、僕自体は悩む必要がないというか、その説明の中に、そのキャラクターの説明もあったんで、もう話を聞いてるときにはもうキャラクターがまあ大体できてたって感じですね。それ後で書いて見せて直したいところがあれば直しますよって言ったんですけど、これはこのまま使う、直しなしみたいな感じでやっていただいて、でもそれはタナティーノさんが詳しく教えてくれたからイメージが降りてきたっていうだけだって、僕はそれをただ単に書いただけなんで、あんまりだからその僕のオリジナルとは思えないというか、やっぱりそのやっぱタランティーノさんの凄さが僕を通して出てるとこなんじゃないでしょうかね、アニメーションのシーンって。なんで一緒にやってるのかっていうと自分でもよくわからないんですけど、なんかこう気の合う仲間と楽しくやりたいという感じですかね。なんかその趣味なんで、だからその役者さんも一度こういいなと思ったらひたすら使い続けるみたいな感じに意識はしてないんですけど、そうなってますね、はい。一応そのシナリオで決まってるところまではちゃんとこう言ってもらうんですけど、その後僕カットをかけないんですよ。普通はカットをかけるから終わるじゃないですか。黙ってんですよ。そうするとアドリブしなきゃいけないじゃないですか。そうすると苦し紛れになんか絶対面白いことを言い出すんですよね。で、それを使ったりとかするのがすごい好きです。いや、すごく嬉しいですね。なんかそのリマスターも本当に今年やったんで、そのカメラマンの人と一緒に感銘深いですね。これを一緒にみんなと見るのかと思うとすごく嬉しいですね。ありがとうございます。